キジは、ジ目木ジかキジ属に分類される鳥類。日本の国鳥である。日本産の個体群のみで、独立種 P バーセカラーとする説と、ユーラシア大陸に分布する、高麗ジピ P コールチカスの足とする説があり、後者の説に従うと、P コールチカスの和名が、キジとなり、本種のみで、キジ属を構成する。日本鳥学会などでは2012年現在、 クレメンツチェックリストでは2015年現在は後者の説を採用している。以下の内容は IOC ワールドバードリスト及びバードリフ、インターナティネルなどが2015年現在に採用している前者の説に従ったものと思われる。日本の国庁。また国内の多くの自治体で市町村の鳥に指定されている。種商明のバーセカラーはラテン語で色変わりのを意味する。 日本の古語では、キギス、キジや、コウライキジは、世界中で主要な狩猟鳥となっている。キジ肉は、食用とされている。日本では、北海道と千島を除く本州、四国、九州に流鳥として分布している。日本には、東北地方に生息する、北キジ、本州、四国の大部分に生息する東海キジ、紀伊半島などに、局地的に生息する島、 ユーラシア大陸が原産地である、高来地が、もともと生地が生息していなかった北海道、津島、南西諸島などに狩猟目的で包丁され、野生化している。オスの頭部前長オスが 81cm ほど、メスが 58cm ほど。翼海長は 77cm ほど。体重は、オスが0.8から 1.1kg。 メスが0.6から0.9キログラム。高来記事ではもう少し大きくなる。オスは翼とオハを除く体色が全体的に美しい緑色をしており、頭部の羽毛は青緑色で目の周りに赤い肉水がある。背に褐色のブチがある濃い茶色の部分があり、翼とオハは茶褐色。メスは全体的に茶褐色で山鳥のメスに似ているが、 山鳥メスより白っぽい色をしており、お歯は長い。高来生地のオスは首に白い模様があり、勘と体色が全体的に茶褐色である。その他足管による細部の異があるが、もともとメスやヒナでは高来生地も含め識別が困難であったこともあり、口実の通り現在では足管の交雑が進み、現在はオスも含めて識別が困難な状況になっている。生地と 高麗生地の交雑個体としては、高麗生地のように体色が茶化色であるが、高麗生地に特徴的な首輪模様がなく、頭部と寒羽が生地同様青緑色の個体や、逆に全体は生地のように青緑色であるが、首輪模様のある個体が観察される。産地から平地の林、農耕地、河川敷などの明るい草地に生息している。地上歩き、主に草の種子、芽、 花どの植物性のものを食べるが、昆虫やクモなども食べる。繁殖期のオスは赤い肉種が被害し、縄張り争いのために赤いものに対して攻撃的になり、敬遠と大声で泣き縄張り宣言をする。その後両翼を広げて胴体に打ち付けてブルブル羽音を立てる動作が、ホロウチと呼ばれる。メスはちょっちょっと鳴く。子育てはメスだけが行う。地面を浅く掘って、 枯れ草を敷いた背を作る。4から7月に6から12個の卵を産む。オスが縄張りを持ち、メスは複数のオスの縄張りに出入りするので乱婚の可能性が高い。批判食期には雌有別々に行動する。夜間に木の上で寝る。飛ぶのは苦手だが走るのは早い。スピードガン測定では時速 32km を記録した。 人体で知覚できない地震の初期微動を知覚できるため、人間より数秒早く地震を察知することができる。日本の記事は、毎年、愛鳥週間や、狩猟期間前などの時期に大量に包丁される。2004年度には、全国で約10万羽が包丁され、約半数が、鳥獣保護区、丘陵区へ、残る半数が過量区域に放たれている。 2008年10月25日に、ナス御用邸で天皇と皇后が、木地と山鳥の包丁を行った。包丁記事には、足輪がついており、狩猟で捕獲された場合は報告する仕組みになっているが、捕獲報告は、各都道府県ともに数は程度で、一般的に養殖記事のほとんどが、動物や和種類などに捕食されていると考えられている。これは、アメリカ合衆国などでも同様であり、 その原因として包丁場所に適切な草木など生地の生息環境が整えられていない点が挙げられている。しかしながら少数ではあっても生き残る養殖生地はいるため日本の元のアシュ間で交雑が進みアシュ消滅を懸念する声もある。北海道と津島では高来生地が包丁されている。二千二年の日本で農作物への被害額は二八百万円ほどと推定されていて カラスの41.6億円と比較すると、小額である。大豆の出きに使用を食べる被害が報告されている。記事と、高来記事の交雑とみられる、個体以下の亜種がある。日本には、地理的な変異による4亜種が分布されていたが、包丁により、亜種間の交配が進み際が不明瞭になってきている。以下の亜種の記載者、記載年、和名、分布は、 日本鳥類目録改定第7班に従うが、日本鳥類目録改定第7班では種ピー、バーセカラーではなく、シュピーコールチカスとして扱っており、日本国内のアシュの分布域は明瞭ではなく、検討が必要としている。ファシアヌスバーセカラーバーセカラーバイラット、1825九州記事本州南西部、九州、五島列島ファシアヌスバーセカラーローバスタピス黒だ。 1919生地本州北部佐渡島ファシアヌスバーセカラータネンシスクロダ1919島生地本州伊豆大島種ヶ島新島薬島ファシアヌスバーセカラー東海寺もみや日本で鳥獣保護法により狩猟鳥獣に指定されている生地は鶏肉料理として焼いたり煮たりする料理の食材として 古くから使用されており、史上流防潮所には、鳥といえば、生地のことなりと記されている。少なくとも、平安時代頃から食されており、生地鍋、すき焼き、釜飯、生地そば、生地飯などが伝統的な調理法である。大鏡に、藤原兼道が、根酒の魚に、生地の生肉を好んだことが記述されており、高島なり等がこっそり生地を逃した話が出ている。 仏教が普及している社会にあっても、生地肉が微味で食されていたことがわかる。健康奉仕の随筆、つれずれ草第118弾にも、最も品位の高い食用の鳥として言及されている。道書によれば、中世日本では、天皇、皇后のお湯戸の上の棚の上に、調理前の死体の姿で置くことを許された鳥は、生地だけだった。ところが、ある時、五代五天皇の中宮のである、 西園寺義子の宮殿のお湯戸の状の棚の上に、生地より、品位の劣る、狩りの死体がそのままの姿で置かれていた。それを見てびっくりした元大城大臣の西園寺、実ノルは、娘の義子に散々おこごとを喰らわせたという。民間療法、俗信として、間尺には、生地の黒焼きが効く、黒焼きに白ャトを混ぜると効く、羽を焼いて塗ると耳の痛みが取れるなど、 肉には、効能が解かれる一方、怪我の時に生地を食べると、怪我が治らなくなる。古傷が悪化するとする俗信も見られ、卵に関しては、生地の卵を食べると、薬が効かなくなると言われる。桃太郎、長江の人柱など日本の民話に登場し、日本の野鳥として比較的知名度が高い。ケーンとなく、ケンモホロロという言葉は、この鳴き声に由来している。また、 頭隠して尻隠さずということわざは、草むらに隠れたつもりになった生地の様子に由来している。騎士麺の語源には、諸説あるものの、生地肉を平打ちの麺の国して藩主に献上したから、という説がある。なお、生地丼という料理に使われているのは鶏肉。一万円紙幣 D5 権利麺括弧表記はかつて存在していた自治体。東北地方。 編集関東地方、編集中部地方、編集近畿地方、編集中国地方、編集山口県四国地方、編集九州地方、編集。ありがとうございます。